沼尾ひろ子ちやこんにちは。どうしたの？元気ないの？いや元気、元気そうからなんですけども、元気はとてもありますよ。あ、そう、はい、ただね、うん、もう今の時期というのはですね、うんうん、暑いんですけれども、うんうん、でももう9月も終盤でしょ。終盤とかまあ中ほどだけどね。あれ中頃まだ終盤じゃない？16日よ。16日だよ。あれ、あ、そっか、26日じゃないの？沼尾、大丈夫？あ、私ちょっと26日のこと考えてて。なんで26日のことを考えるんだちょっとすいません、なんで今日16日なのに26日のことを考えたの？9月26日、なんかあるの？9月26日に日曜日ですね。日曜日デート？26日ですか？デート？いや、だからそんなこと言えるんだったら当の昔に言ってますよ。あ、なんですかね。そうそう、いやいや、何ですかねっていう、そんな一言の相づち。それでですね、うんうん、あ、何をと思ったか忘れちゃった。もう最悪だね、沼尾。なんかもうさ、もうはっきり言ってそれ素人以下じゃない？素人だってもうちょっとまとまった話できるよ。申し訳ありません。驚いた今。そうだから、こういう中途半端な季節には、うんうんうん、どんな格好したらいいのかなと思って。あ、なるほどね。あ、まあ、みんなが悩むとこだよね。沼はだけどおしゃれのポイントはどこに置いてんの？おしゃれのポイントですか、うん、そうですね、うん、綺麗に、うん、自分の一番綺麗に見えるところを綺麗に見せる、うん、それはどこなの？いろいろあるんですけど、ね、特に、え、特に最近どっか褒められたりはしてないの？日差しだ、日差しさを褒められるわけ。いいな、沼さんの日差しだってっていうわけ。膝下、膝上はあんまりないんですけど。あ、そう、膝下は結構いい。あ、いいなって言われるわけだ。膝上ってパーツがいっぱいありますよね。頭のてっぺんに至るまで。あ、そうなんだ、ね、じゃあ膝下を割とこう強調するような感じのファッションに。あれ、え、ブーツ履いてます。隠しちゃってるじゃないですか。隠しちゃダメじゃん。非常に中途半端で困ってるんです、この時期は ね、 ね。でも暑いですよ。暑い、今日向なので。だって一頃の暑に比べればだいぶしのぎやすな。あ、今 25.5 度になった。本当に？そんなもんですか？そんなもんだよ。なんか結構ね、ほっぺとかじりじりきてる感じ。あ、来てる今日ね、はい、あれだからね、あのお助けマンだからね。そうでね、うん、隠しマイクですよね。そうでしょ。で、すごく賑やかな商店街の、うんうんうん、ちょっと駐車場の脇で喋ってるわけで今ね、こっそりね。はい、今日はね、はい、沼尾の人気キャラクターおまんていびろこになってね、買い物してもらいたいのよ。あれ、うん、なってしまっていいの？いいんだよ。あ、スタッフがね、なんかね、うろ覚えてね、確か沼んていびろことか言うから、いやいや、そうじゃないよ、まんていびろこだよって俺がはっきり、うん、クレームをちゃんと言ったから。もう一回ね、テレビさんが呼び直したら、おまんていびろこちゃんになるみたい、うん、もう一回呼び直すから、おまんていびろこで登場してくれる？あ、これ改めてもう一回呼ぶから。わかりました。とりあえず聞いてくれる？はい。ドロンと。それじゃあ、呼んでみましょうかね。今日は表回り、この方です。おまんていびろこ、しやー今日もビロビロ、明日もビロビロ、ビロビロだったら何でもできる。なんか下手だね、なんか。拳回らなかったね。なんかのっぺりした、ね、なんか。テーマソング。人いっぱいいるんですよ。あ、人がいるからね。そこそこに貼っただけでね。思いっきりはいけないわけだね。これからだよな。いっぱいいるんだ。ああ、分かった。で、ビロコ。はい、弟子ができたんだって。よかったね。よかったね。いやーねー、今日は、ね、その弟子と一緒にお買い物ねしてもらいたいんだけど、弟子紹介してくれる？あ、うん、じゃあ私の一番弟子、うん、一番弟子紹介したいと思います。一番弟子だ、うん、頼むよ。では、うん、いきます。うん、おまんてい鶏ガラ子です。え、鶏ガラ、鶏ガラ、ロロエイおまんて鶏ガラ子です。なんかちょっと滑舌よくない？なんかやけになんかニュースかっちり読みそうな感じするね。いや、ちょっとね、鶏ガラ子、弟子としてはまだまだ、甘い、まだまだなんですけど、でも鶏ガラ子さん、どっかで、会ったような歌声を聞いたような気がするのは、気のせいかしら。気のせいだね。なんかバネのある喋りだよね。あとなんか喫茶店で、なんかこう、いろんなお申し出をしたのは気のせいかしらね。行儀のいいね。鶏ガラ子の得意なフレーズ、何か喋らせますか？あ、いいね。鶏ガラ子の、何フレーズあんの？普段どんな感じで、普段は。あ、
今日は日差しがかなり強くなっています。この日向と日陰の部分では気温が7度近く違うといったところですね。気象予報士みたいな喋りだね。ただし上空は秋の高気圧にそのぐらいで大丈夫か。資格持ってそうですね。資格持ってそうだね。しかも何回も試験受けずに割とすんなり受かっちゃったみたいな。とりあえず今一生懸命やってくれたんだけど、あんまりやっちゃうとちょっとね。そうだよね。目立っちゃうよね。さあそういうことでね、ビロコちゃん、ビロコちゃんはね、鳥ガラコちゃんを連れて買い物をしてくれればいいから、ね、でやり方簡単だよ。あのチンベル鳴らしてね、ちょっとエッチな言葉を指示するから、おなじみの、でその言葉を会話の語尾に自然な形でねくっつけてくれればいいのよ。語尾につけるんですね。語尾に、はい、そのエッチな言葉をね。さんがチンベル鳴らした後、俺がエッチな言葉言うでしょ、でそのエッチな言葉を会話の語尾に自然ナチュラルにくっつけてくれる。ナチュラルな感じでくっつけ、そう、ただね、鳥ガラコちゃんはまだまだ新人だから、やっぱビロコがね厳しく指導しながらこうやってほしいのよ。師匠の、ね、そうそう厳しくね、でそれから買い物中にねどっちかの名前呼ぶから、名前呼ばれた方はね自分のキャッチフレーズを大声で叫んでくれる。だからさっきのビロコのキャッチフレーズはビロビロ、今日もビロビロ、さっきメロディーついてたけど、明日もビロビロ、ビロビロだったら何でもできるとね。なんかちょっと猪木チックな。で鳥ガラ子ちゃんはね、はい、鳥ガラヨロレイヒーヒーヒーだからね。ヒーは2回、ヒーは3回だね。ヨロレイヒー、そうヨロレイヒーヒーヒーだからね。トリガーゴ師匠3回だから、師匠、いいね、大丈夫です。師匠っぽくなってきてる。いいね、やっぱりね、喋りが変わるね。お姉さんっぽいですよね。それじゃあ2人とも行くよ、買い物スタート。鳥ガラコいらっしゃい、はい、いらっしゃい、はい、ちょっとね、今表通りって出て、二人とも思いっきり夕ご飯の買い物してね。本当に満点ビロコの私は上なの。あそこに八百屋さん見えるから、ちょっとそれまでにちょっと、ね、ちょっとさ、鳥ガラコと師匠のビロコのちょっとなんつうの、ちょっとちゃんと練習しとく。ちょっと1回ぐらいやる。1回ぐらいやったらいいな。鳥ガラコ、あんた大丈夫？ちゃんとしっかりやってんの？やってますよ師匠。本当に？はい。師匠頼むわよ。あんたさ、助けたような師匠と弟子の会話みたいな。あんたさ、私の一番弟子なんだから。はい。なんか一番弟子としてもさ、こうなんつうの、自覚みたいなの持ってほしいんだよね。そう、ちょっとところで、あんたの今日何するの？私は、ちょっとそんなお休み。昨日賞味期限の肉がたくさん残ってるので、それをなんとかするがために、じゃあ豚肉がたくさん残ってるから、私んち、あ、だって私んちはすき焼きだよ。だってうちの定食を元気づけなきゃ。あんたすき焼き、ちょっとすき焼きには膝必要とありません。違う、だから昨日賞味期限の豚肉をどうやって食べるか。ちょっと私はこれからあれしようか。お父さん、お父さん、すみません、これ、シナモン、持ってきちゃっていい？言ってくれれば取るよ。いいね、いいね。じゃあ、私ね、今日ね、うちすき焼きにするの。だから、ちょっと、しめじとか、あれ、すごいね。はい、行くよ、館長。ちょっと入れてみようかな。だ、例えば館長ありますか、じゃなくて館長ありますか。いやごめんごめん、キュウリありますか、キュウリありますか、長っていう具合に自然に語尾につければいいからね。で鳥ガラコはねまだ新人だから、ミドコが厳しく指導してる。じゃあ見ててくださいね。私これありますか。全然わかんないじゃん。ちょっと鳥ガラコ、ちょっとよいしょ。あんたさ、何言ってんの。私の一番弟子なのにさ、いかがでしょうか。ちっちゃい女だね、あんたも。どうしてですか。どうやるんだよ、だからね。すみませんでしょうか。はい、ありがとうございます。すみません、舞茸あります。館長、舞茸これが。これ何、こんなに入ってんの。これお買い得だよね。買ってこうかな。だってたまにだからさ、だって今日給料日なんだ、うち。じゃあまた行くよ。千釣り。ちょっといきなり行っちゃったな。だからこれ大変だから、例えばどうもすみません釣りっていう感じに自然に、こういうふうに自然だからね。で鳥ガラコはまだ新人だから、ビロコがまた厳しく指導。今謝ることなんだ。なんか聞いたりなんかした時に、どうもすみません釣りとこういうのがあるんだね。じゃあすみません、全然わかんない。じゃあ、奥のブロッコリー1個。はい。ちょっと、鳥ガラコちょっとね。
だって本当にさ、へそくり泣いたの、女が全くもう。へそくり泣いたからね、こうやるんだよ、ちょっと見てな。見て。どうもすいません、ずり。はい、どうしようかな、私これとあとさ、お父さん大根とかの食べようかな。ね、大根と、あとなんだ、師匠、待って。これで将来と大根とキャベツだよね。そうそうそう、大根キャベツ、うん、大根。ちょっと名前を呼びたいできたりの。これ丸々。キャッチフレーズだぞ。丸々でっかいな。これでも1個入れるかな、あれで150円でしょ。おまんて鶏ガラ粉。通りが通りがら通りがら両ロレイ。大根半分が1本。本当ね、半分の。ちっちゃくない声が。ここへ過ぎますね。ここへ過ぎたらテラちゃんに入ったからさ。じゃあですね。あ、怖いだ。しょうがない、見本を師匠に示してもらおう。おまんてみろこ。ちょっと待っててね。きょうんビロビロきゅうりと、あ、すもじゃあとりあえずそれをビロビロだったら何でもできる。私ね、ちょっとこんなことやってたりしちょっとね、すいませんね。いい声してるし、でも聞こえてるからね。今度はね、玉金、ね、だからこれに決めます、玉金っていう具合に自然に語尾につけて、もちろんトリガーの子は新人だから、ビロコがまた厳しく指導だからね。MS が150円、あと M が200円。L は大きさ、L ラインだ。それに決めました、玉金。ねえ、あとは、あ、じゃあ M。これに、決めまし。こんなとこかな、決めまし。決めまし。あとこれとこっちと、あ、ごめんなさい、うちの弟子、あれ弟子なんですよ、鶏ガラ粉の様子ちょっと見てください、ちょっと待ってて。じゃあナイス、はい、ちょっと言わないで、ね、成功がなんかかなりこの言葉にありそうだね。他は全部一応言うこと言ったのに、ダメダメ、ちゃんとさ、こういうんだよ、いいんだな。そうそう、あ、すいません、お父さん、はい、じゃあ私ね、いや、あそこのね、あの太い方のこの、これこれ、このこのこのネギに決めましたー、巻き。さすが師匠だね。じゃあこんな、これでね、はい、じゃあこれちょっと何のためないもない、明るくまとめるね。それでお願いします。今度ね、スマタでスッキリだから、どうもありがとうございます、スマタでスッキリと、ね、どうもありがとうございます、スマタでスッキリと優雅に、いや、自然に語尾ね、また鶏ガラも新人だから、ね、厳しい指導のもと、すごくいいお野菜ばっかりで、本当にありがとうございました、なんちゃって、あれ、ちょっと待って、鶏ガラ粉、はい、なんか違うさ、ちょっと私さ、ね、ちょっと目離したきりだよ、うん、あんたさ、そうそう、鼻くそまで溜まってるね、本当に、本当だよ、何やの、怒っちゃった、あ、見よう見よう、じゃあ、そうだ、じゃあお父さん、このトウモロコシ、これにします、これください、これ2本茹でたの、うん、いいね、あ、じゃあこれ、80円、おいしそうだよ、なんか今日さ、なんか私もなんか心の底からなんか今日お父さんにさ、お礼言いたくなっちゃった、言うよお父さん、言うよ、どうもありがとうございます、またです、キリどうもね、いいね、やば、師匠はなんか一日のちょうどごろがすごいね、これね、ああもう師匠って明るく着地するからね、やらこう、師匠はすごいと思います、涙が出てきました、ねえねえ、おまんてみろこ、え、もう出てきたの、大丈夫、え、八百屋さんなんか変な顔しなかった、え、八百屋さん、いや、とても明るく自然には、うん、太陽は、そうだよね、師匠の芸風が明るいからね、最後笑ってましたもんね、うん、あれだよね、鶏ガラ粉はなんかこう玉金に非常になんかアレルギー反応を示してるたようなんだけど、ちょっと一番弟子としてはまだまだね、期待が悪いというか、ダメ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 、あれ玉金100回練習ぐらいこれどっかでやんないとね、じゃあ今やってもらいましょう、今ちょっとね、ね、鶏ガラ粉途中で絞るから、うん、そう、玉金玉金っていうところで絞っていくからね、私は師匠だよね、やっぱり鶏ガラ粉にやっぱりやらせると、え、じゃあエンドレスって言うんですか、よし、鶏ガラ粉、はい、玉金100回だよ、せーの、玉金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 、危ない、ちょっとこれ危ないから、もうカットアウトさせてもらうわ。